このランタン色エッチすぎん。シルク取ってる。この右かな、この辺りが A1 か。2パーティーおるよな。え、マジで？もう。はい、どうぞ。スリングもっと伸ばしといた方がいいよ。あの、だって安定があれ登ってます。うー、怖っ。すごい、場所間違えた俺が。はい。なかなか大変やったやろ。その傾斜やな、左。誰が行きたい？誰が行きたい？はい、ビレー解除。ロープアップ、ロープアップします。ビレー解除してる。カムがカムしてる。今日来れなかったカモネギさんに何か一言。無事はーい、ポーズ。今は大丈夫。今日一で出てる。なんかカムいる。一番だけ出てるで。あ、まあレンズじゃなきゃ大丈夫やろ。今日こんなとこ登ったっすね。はっ、オッケー、登っていいよ。ダイソン、ビレー解除してる。グッバイツリー。13時16分2時半です。2時半。ちょっとこのランタン色エッチすぎん。これいいよね、ブラックダイヤモンドってさすがに分かってるよ。ラブフォンはお風呂やん。ラブフォン行ったことないけど。最後の本日のカレー飯とコーンスープです。3時47分です。出発します。はい、行きます。どこ行くの？道渡ってるやんな。なんとなくね。まあ任すわ。出た。今回だけは道渡ってるんやな。まあなんとなく大体感じで。じゃあどうぞどうぞ。いやいや、今日任すわ。分かってないやつやん。4時38分40分ぐらいで一服続きやね。鎖使う方が安全。だって鎖は抜ける可能性があるけど、空気は抜ける可能性はないでしょう。空気をつかめたら、まあワンピース的発想やけど。風がすごい。写真撮って、お、めっちゃ映えるで、この。セルフ撮ってる。え、セルフ撮ってたやろ、今。そんなん使って。準備しとったんですけど、短すぎ。山やったから、直しました。あ、そう。あ、めっちゃええ天気。雲海。大さん。素晴らしい。5時46分。7時間14分。2時間やな、やっぱジャスト。取り付きまで2時間半や。5時57分。残地。よし、オッケー。あれノーマル。あれがノーマルか。で、壊れるな。あそこが、ここやな。これが A2 の取り付きで、これかな。で、その右かな。この辺りが A1 かな。こうやな。A2 がこれやから。あ、出てる。こっから入れたはずだ。上。ここからザレザレやからもう、まあ、気をつけて。ここが一番歩きやすい。ここまで来たらもう割と安定してるんで。下沿いをずっと行くとずっとザレザレやから。だからコールするときさ、一応名前言った方がいいかもね。あ、オッケー。そこ残地がなんかなかったっすっけ。残地がちょっとあるぐらい。ここそこっす、そこっす。いや、もう一個向こうです。じゃあまた山頂で。同じタイミングか分かんないですけど。まあでも多分隣の立地やから全然見える、喋れるぐらいの距離感が。ここハーケン売ってるな。この辺りちゃうかな。ハーケン2つ。
そこにもある、うん、見てみる、そっちの方が、いや、まあその取り付けがどこかなっていう、うん、あるリレーポイントをどうするか、そうな、もうこの稜線、これか、もうそっからやな、あ、じゃあここかね、こっから登るか、まあその中からビレーするのが一番安定してるかもな。大体でいいんだ、こんなもんは。ここもハケある。ハケ？え、ハケ？どれ？あ、こうじゃん。うん。まあここをこう登っていこうや。まあその下からでもいいけど。そこを登るのはちょっときついよ。とりあえず6時20分、7時間48分。中やから、やっぱそっから登るのが一番あ、ここもリングあるのベストかな。あ、なるほど、こう行ってこうか、うん、はいはい、じゃあここが1ピン目取れる、ここリング、じゃあ違う、だからそれがこの点線の中入ってるから、あ、そうやったらこのこっ、ね、さっきのそこの側壁のハーケンあったとこが、うん、あれかな、そっからでもいいけどな、そこでやろうか、そこで何個か取って、最初誰が行きますか？簡単そうやったな。じゃあ僕行きますか。40やから結構伸ばしてなんか取れそうなとこで、カモを使うんやったら多分もろいのんとかしかないから、終了点3点ぐらい取ってワクワク的にやってくれた方が、ロープさばいといてくれん、とりあえずアルヌンネ、いや、もうなんか3、5個ぐらい、ね、ギアセットはそのまま渡すから、オッケー、これ、2人登るときは1人アッセンダー、アッセンダー、まあ、無理やったら適当に短く切ってくれても、あ、都合のいい感じ、60やから一応伸ばせるけど、あー、60です、はい、これガンちゃんの、これの、うん、だいたいそれ終了点のマスターに使う、あ、マスターね、別にハーケンに向かって行かんでもいいからな。あ、オッケーオッケー。あの、もう行けるとこ行ってくれたらいいから。了解。うん。2パーティーおるよな。え、マジで？もう先先行してるってこと？いやいやいや。普通の人が、こっちに。ああ、なるほど。どうかな。マジで確かに。どうも。ちょっと右にそれる感じで登った。あ、本当だ本当だ。これ A1 かな？いや、だけど、さっき見た感じのルートだと。あの向こうかな、それやったら。あそこに取り付けがワンチャンある可能性ある。せやな、いや、あっちな気するな。どうする？あ、ちょっと 見てこうかな。OK、じゃあ待機するわ。そんな気がしてきた。うん、だって、プラス 50m ないもん。あそこ100で、俺ら A1 って150なんですよ。うん、ここやろうな、ハーケンあるわ。はい、どうしまーす。月をちょっと間違えたんで、今、A1、6時41分。あ、ここ。一旦下、下に降りてから登ってこれるから。ああ。OK、ありがとう。じゃあ、いつでも OK か。じゃあ、行ってきまーす、はい。どうぞ、6時48分。はい。3時間か。何時間かかってんな。わちゃわちゃしてたからな。取り付け拍手。お前ちょっと小石落ちるかもしれない。うん。カメラそんなとこぶら下げていけんねんな。そのビナでもいいよ、別に。あえてそれを一切使わずに行くっていうのも、その残地をな。そういうスタイルの人もおるからな。まあ俺ら関係ない。使えるもん使う。逆にあんま残地を信用しなんっていうのも一つの手や。いや、そのさ、スリングもっと伸ばしといた方がいいよ。あんまいいや、あんまいいや。うん、いい。まっすぐ以外がだいぶ屈曲するから。60はロープアップは大変や。ちょっと余裕を出した方がいいですか、うん、ロープいっぱい。引かなくていいからね、まだ。だって
帯でも撮っときますわ。が落っこちた。ああ、危ねえ。浮き石や。2回ぐらい当てました。浮き石多いな。ああ、これも浮き石や。大丈夫か。インスタ当てやんといての。おい。あ、まあレンズやなきゃ大丈夫やろ。そこら辺も割とおもろいの多いから。なんかおもろいの多くて。悪いっすね、ここ。悪。え、なんか言いました。キシが怖いわ、ここ。それにカラビナを使うと。怖っ。だからあのごついのはもう開けんけど。上やったな、完全にテラス状やもん。あ、マジでやっぱり。ここ、うん、やったわ。やったな。ダイソン登った後どこで待機するかも我々のあれですよ。それにカラビナを使うとめっちゃ便利や、便利やね、便利や。カラビナ外したら、うんうん、あのだからあのごついのはもう開けんで済むね。あ、なるほど。ただ今すごいすごい場所間違った俺が。すごいですね。さっきセルフ撮ろうかな。それやったらダイソンロープをもらった方がいいんやけど。一回ちょっと。なんでちょっと一瞬待って。あ、よ。ここから。あ、オッケー。オッケー。ね、ビデオ。で、オッケー。オッケーっす。はい、じゃあ行きます。そっちも着替えたいな。よいしょ。登ります。はい、お願いします。オッケー。はい。
はい。10! OK! はい。インスタに気をつけた。あ大丈夫大丈夫。傷入ってないまた。いや、意外と悪いかも。よっ、これちょっと。右足。石が浮いてる。はい。8時24分か。次のピッチも俺行くわ。時
間が微妙やしな。こっちでも行ってる。そこでセルフ撮ってもいいかも。そのハーケン2つあるから。オッケー。はい、登ってください。登ってください。どうぞ。取れるから、まだま気持ち的にはしちゃったけど、オッケー、ビレ解除していいですか？オッケーです。はい。8時50分。5時間ぐらいかかってる、もしかして。残地、よし、オッケー、行きます。よさ、自分も多分40ジャストぐらい伸ばして、俺50ぐらい行ってるから、ここも歩きゃあかんないね、かなと思ってんねんけど、そのフェースやな、左、それが3級やと思う。フェースになってるやろ、そこら辺で多分取れるとこがあるんちゃうかな。右の発砲関係ないんだよ、そしたら右の壁面っていうか、そっちでもいいけどな、ちょっと待ってな、勝負やから、ハーケンがある。いや、行った。え、どういう意味？いや、つけまくりそう。あ、そういう意味。フェースからのリッジが2級やから、そこを登るかどうかやな。そんな登ってもしゃあないもんな、その中やろうな。右だね。うん、中入ろうか。中入ったら多分ハーケンとか売ってんちゃうかな。うん、その中から左に入っていきたいと思うけど。BS のここら辺切ったとこかもしれんしな。右に入った方がいいかもな。そこだけちょろって登ってもしゃあないやろ。この先がどうなってるかわからんから、ちょっと見るわ。もしあれやったらロープ落とすわ。悪いな、でも。楽。アクセル気ぃつけてな。楽。リッチやな。どうしようかな。そこ行きたくない？ロープ欲しい？あ。え？なんか言った？いや、ロープなんかで行けません。オッケー、出すわ。ダイソン、アセンダーで来る？オッケー、じゃあフィックスするから、そっちから来るよな。どっちから行く？そっちから行けそう。右から。左から行く？じゃあ左に流すわ。じゃあ流すから落石気ぃつけてな。ちょっと待ってな。じゃあそっち上がってもらおうか。それを登る感じやろ。いいね、最高やね。
あれが源次郎よ。源次郎見える？うん。このまま上がろうか。あれ源次郎。オッケー。多分源次郎。え？上がっていい？うん。外していい、むしろ。外す。いいよ。まあ、もう、じゃあカラビナ外して。おい。ふう。気持ちいい。なんもない、なんもない。簡単、簡単なんですよ。動きます。はい。何これ？ん？一応セルフ。セルフ自分より高いところに取らなさそう。落ちたのかな？もうない。そこにもハケあるんやな。あるよ。それ。誰が行きたい？ダイソン行きたい？いや、見えないんで、あんまり行きたくはない。じゃあ俺パッと行くわ。はい。届けるやったら、そもそも8ノットはあのちょいちょいほどけるんでしょ。いや、そうね、相当なことを知らん限り。あ、そっか、末端処理の方がほけとった。末端処理、僕そっち行った方がいい。あ、まあ、ちょっと外す。じゃあ外します。あ、すいません。はい、はい、じゃあ行きます。いよいよ、そんなちょっとあればいいねん自分は。はい、ロープ。はい、行きます。映えスポットじゃん。どう？Thank you.
ダイソン美麗会場。ロープアップ。ロープアップ、ロープアップします。美麗会場してる。でね、ビープがもう残り少ない5とか。もうロープアップしてるよ、ロープアップ。ビレー解除して。ダイソン、ビレー解除してる。ビレー解除やで、ね、ビレー解除。もう、セルフ取ってます、セルフ。ダイソン、で、ロープももう一体です。はい、了解。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい、フィックス OK、フィックス OK、登ってください。そのリチおもろなかった？リチ沿いに来た？リチ沿い、はい。なんか多分あっちの壁に反射してガンちゃんの声が。ああ、分かりにくいって。そう、向こうのパーティーかなと思った。だからやっぱ名前呼ばなあかん。名前呼んだ方がいいっすね。言ってるつもりなんだけど。もうこっから、あの、フェーズまで歩きやと思うから。で最後はレイチピッチで降りやろう。 OK、 じゃあもう歩いて行ってくれていいですか。はい、よいしょ、腹減った。まあ別にここで休憩してもしないです。これ食ってここで待っといてくれ。ダイソン、いいよ、休憩。トワーン、登っていいよ。はい、最強やな、最強やな、これ。10時半には着きたいな。10時半に着いて11時下山開始して、いやもっと早く行きたい。10時半は遅いな。11時までには下山開始しな、ちょっと遅いな。10時半下山開始ぐらい。もうあの多分フェースあるやん、わかる？あそこをこう、あそこで多分1ピッチ使うだけかな、あと、うん、でそれ超えたらもう歩きで、あそこ山頂人おるやろ、はい、あそこまでもずっと歩きやから。ここら見えるやろ、あの赤いマーク見える、わかる？ちょっと右寄りに、はいはい。で1時間ぐらいちょっと待って、ちょっと緩いね。上がってる、引っかかってる。多分あそこのフェースわかる？あそこ。あ、正面の？うん。あそこまで多分歩きで、あれを登るかどうかぐらいだと思うね。オッケー、セルフ取ったから。はい。全身のお客様、エノス。中川です。9時52分、ランチ。よし。あ、そこ下にハーケンがあるから、そのフェースを登ってるんやろうけど、まあ別にロープ出さんでも左のリッチから登れるんやったら全然いいか。もう3丁目の前よ。あ、人おるやろ、祠が見えるやろ。1時間遅れぐらい、いや今9時もう57分やけど、元の出が遅かったんや。あ、そうかそうか、ちょうどいいぐらい。まあ10時半までにつけたらいいかなって。11時やとちょっと怪しいなと思ってたから。それが源次郎やからさ、あのコルになってる、うん、あそこが唯一懸垂する場所、でそのまま両天沿いに、うん、もう歩き。だからそこのちょっと奥が源次郎のルート。これもう A1 の頭やろな、ほぼ。
はい、これエヴァン寮の頭やろ多分。ここやろ、トップそこ行ったピーク、ファーリア、エヴァンピーク、おそらく、うぅ、ピークやろ、エヴァンピーク山頂ですが、見えました。第2戦か、これが直してたよ。こっから上はゆずったん、あえてゆずったん。カムがカムしてる。どう？20分ぐらい。山頂着きました。お疲れ様です。着きました。ガスってるやん。やっぱり。マクドナルド。小学生時代。お疲れ様でした。お疲れ。疲れた。知らんけど。あ、問題ないです。はい。ありがとうございます。はいはい。僕ソロでどうか。じゃあ行こうか。おい君たち、君たち、なんなんそのプリちゃんって。だから今日来れなかった、たまたまじゃない。あ、じゃあ今日来れなかったカモネギさんに何か一言。無事君を連れて登り切りました。はい、また一緒に。よいしょ。ハーネスも閉まっていいよね。好きにしていいね。荷物重いからもう俺腰でいいかなっていう気持ちもあるね。リアルに持ちましょうか。いや、いいよ。いや、まあ重いかなという。いや、トレーニングかかる。これぐらいわかる。お疲れ様です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 。一緒に撮ってもらって。3人な、みんなじゃなくて。いや、俺はカメラマンだからさ。あ、そうな。映りたくないって言ったから。あ、そうなの。仲良く。実質そんなもんよ。まあまあ、そうだね。じゃあ行きますね。はーい、ポーズ。はい、もう一枚。次、ピース。はーい、ポーズ。一応縦でもう一枚いきますね。島田フォローします。あ、してます。二人写真いいですか。大丈夫。僕フォローしてます。なんか言ってくれたらわかるんで。はい。超遅くて2時に出な、マニアは。で、そっからあれか、割と急ぎ目に。まあ、取れな。10時23分です。時間、5時間、6時間6時間、6時間6時間、6時間半ぐらい。じゃあガチャ窃盗願い。 OK、残地よーし。いやいやいや、わからん、俺途中で見つかった。わからんってなんだ、そっち。頼んだ。頼まれた。行くんかい。はい、残地よーし。 OK、 お疲れ様です。どうぞ。え、いや、もう行きいいよ。うわ、噛む、こんなとこにぶら下がったもん。噛む必要なったら言ってな。赤だけあるから。赤って何番？1番ぐらい。はい、どうぞ。はい、まあ山頂もちょっと晴れたやん、多少。カニおる。足は見えへんけどちゃんとあるから探してくれ。あ、ここかな。そう、足はちゃんとあるよ。おー、怖。ここだけ。うん、終わったら何もない。あ、ない。めっちゃ簡単じゃん。どうした、剣。あんだけ言ってたのに。
ツルツルやろ、でも足。どういう位置でビビってる？うん、目立つビビってる。カムイル一番だけ出てるで。いいよ、ちょっと。あと、ロープお願いして。ロープな、長いのないわ。ロアダウン。ロアダウン。腹減った。12時8分、剣山荘。剣山荘。うわぁ、やっと降りきった。あとちょろっと登り返して、とりあえず一段落。9時間50分、8時間50分ぐらい。12時差は心配する。13時16分1分遅れや。はい、帰りましょう。最初に出した。どうぞ。一点残機よし。13時58分、午後45分や。釣り御前ほぼ防災です。熱が出てきました。14時3分。よし、よし。それではね、乾燥した乾燥をやっていきたいと思います。はい。走ったらしんどい。乾燥した乾燥走ったらしんどい。僕からいいですか。はい、どうぞ。釣りだけとても面白かったんですけど、時間制限のある下山はもうやめます。はい、以上です。はい、そう、はい、すみません。雪一目お見事でした。あと、はい、感想久々のアルプス、壮大でした。楽しめた。満喫しました。満喫できた。はい、俺も、さやな、2ピッチ目やな。ハイライトは、2ピッチ目の、真面目の無理を。ありがとうございました。まあ、15時、51分今。はい。ノロド、着きました。はい。大変ありがとうございました。はい。